ハロー YouTube! 下根塚さんのニュースの猫コ川ニ今日もレッドブカヤミですお,お送りいたしますあの数字がおぼろげに浮かんできたのです記者会見がケイさんはかけがえのない紹介って いや、そこは68でよくねの中ではない。ケイさん、怒られるぞお前。今日はですね、メディアがつき続けているとんでもない嘘。今日は言っちゃいけないことを言っていきたいと思います。つってんねということでね、やっていきましょう。まあ、第3次ホニャララなんとかがね、近く開戦するんじゃないかってずっと言われておりますね。いろんな兆しありますけど、過去振り返って、第1次世界大戦。 第二次世界大戦の開戦の日付。これなんですけども、この数字をですね、ある数式で足し合わせると、両方とも68という数字が出てくることにご、ご存知でしょうか。ね。ま、これは、ただの偶然なのかもしれないんですけど、今年の初頭に、顔の怖い国が、うの国に侵略を開始した日付。実はこの日なんですけど、この日が、 この68という数字に当たっているということなんですよ。これ一体何を示しているのか。実は今回のこのうの国と顔の怖い国のバッチバチは実はこれ第3次ホニャララで あると。要するに、ここからガチのものが始まってくるというのが、実はこの数字から出てると。で、この数字が一体何なのかっていうことなんですけど、某、J 教の重要な数字、それが68だと言われてるんです。要するに、この68という数字が仕込まれた世界大戦には、かの、 グループの思惑が大きくそこに存在すると。で、このね、J なんですけど、一つすごいね、不可解なニュースが最近流れたわけ。ね、この J の大物投資家、ジョージ・ソロピッピっていうピンク色のポケモンがいるんですけど、よしよし、かわいい。このピッピが亡くなったと。 92歳で、ハンガリーで亡くなったっていうとんでもないニュースが流れたわけですよ。これね、ただのド土飲冒険メディアだけじゃなくて、あの超一流通信社、ロイター通信までこのニュース流して、ガチかってみんななってたんですよ。で、その後、一番最初に報道した会社がこれを訂正し、彼はまだ生きていて元気です。インターネットで見るものを信じるのはやめましょうって言って、テヘペラって言ったわけなんですよ。で、これただのおデマだったのか、それ これとも、いけたい、どれっがパターンじゃないこれ。生きてる、生きてるってずっと言ってくるパターンじゃないここから200年ぐらい。このニュース、なんか変だな,怖な。怖いなぁ。怖いなぁ、怖いなぁ。つって。かかってごもん。渡辺篤郎がね、ちょっと信用できないつって言ってるわけですよ。で、このね、大物投資家は、うの国に多額の投資をしてるんですよ。そして、今回の、この顔の怖い国と、うの国の、 あれ、これをね、巻き起こした超本人だと言われてるわけですよ。ね、そんな彼が亡くなった亡くなってないで揉めてるっていうのは、これ、実は今光と闇の駆け引きがそこに行われてると。まあ、要するに全部茶番なんですけど。先日ね、ポーランドにミサイルが落ちまして、これが顔の怖い国が発射したってって、世界中がめちゃくちゃ批判したとね。ねうの国の一番偉い人もめちゃめちゃ批判したと。でも結果どうだったか。 これはポーランドの迎撃ミサイルであり、顔の怖い国は一切関係していなかったと。そして、なんなら、うの国のミサイルを迎撃していたっていう、わけわかんないことになってるわけですよ。でもこれ、結局、表メディアたちは一切、 訂正しないいわけでですよあくまでも顔ののの怖国国が悪右の国が悪女子高生の皆さんこの戦はね、始まった当初からなんかいろんな闇が見え隠れするわけですよね。例えば、首都がね、攻撃されたっていう映像。これ実は1999年ベルグラードで起きた爆発の写真をそっくりそのまま使ってた多くの凄惨な現場と言われている写真。 にも多くフェイクが含まれていると言われてます。で、これ何のためかっていうと、印象操作、顔の怖い国は悪であるということを言ってるわけですよ。そして今世界は顔の怖い国が危険な武器を使うということをすごい言ってるわけ。でも党の本人は使わないってはっきり明言してるわけですよ。これ何を示しているかっていうと、ピッピが何としても戦を巻き起こしたいということなんですよね。そして先ほどの68という数字から分かるように、今回のこの戦が第三十 発展するように最初から仕組まれていたと。 もう一個やばいこと言いますけどね、今年の9月に実はうの国である展示会が催されたんですよ。これ何かっていうと武器の国際展示会なんですよ。なんでこのタイミングであの場所でこれが行われるのか。それはそっくりそのまま実践が可能だからです。あの国全体がコマーシャルだったわけなんですよ。二フト太さんがスターリンクというものをインフラが崩壊したうの国に無償提供しました。でもこれすらもコマーシャルだったんですよ。要するに世界 の闇の者たちはこのウの国を使って顔の怖い国を使ってでっかいビジネスをやってるに過ぎないと先ほど68っていう数字ありましたけど第1次第2次ですらも彼らにとってはビッグビジネスでしかなかった だということなんですよ日本では元首相の不要意な発言がめちゃくちゃ批判されています森本さんって人がいるんですけどいたっけいた？ね、う。<are> この森本さんがね、顔の怖い国ももちろん悪いけど宇野国の一番偉い人もまた同じだというような発言をしたんですよで、この発言がねなんてこと言うんだと宇野国のあの人は正義の味方だって言って表メディアめちゃくちゃ叩いてるんですけどこれが今の世界のありさまなんですよ片方からの味 味方しか許さないそしてその片方の見方は一体誰が作ってるのかそれはこの68の者たちってことですよ自分たちに都合のいい報道をしているに過ぎないと森本さんのこの発言めちゃくちゃ勇気ある発言だったと思ってます正義の味方として突如この世界に現れた彼現在は少しずつ批判の声が出てきています解決の見通しが立たないこの世界は実は彼が巻き起こしたものなんじゃないのかっていう 彼は大統領になる前はコメディアンでした。そして、このコメディアンがある日突然政治界に現れ、大統領になるわけなんですけど、実はそこにいろんな思惑があったって言われてる。その思惑の一つが、このポケモンだってことなんですよ。これ全部長い目でち込まれた話ということですということでね、ピッピー死んだの死んでないのドイクドイクのパターン 彼らがどうしても起こしたくて起こしたくてたまらない。第3次ほにゃららほにゃらら実はもう始まっている。しかしそれを抵抗している勢力が存在すると。顔の怖い人がなぜこのように停滞した状態を打開しないのか。それは 実は彼が帰ってくるのを待ってるっていう話があるわけですよ。その彼っていうのは、寝ても、覚めても、トラプ、はい、ということでね、まあ、そういうことなんでね、寝ても覚めても呼んでるみたいやけど、行った方がええんちゃうお分かりいただけただろうか。お分かりいただけただろうか。 楽しそう。手がちょこんって乗ってやる。いけるいける偉い人でもやっぱこうやるんだなと思ってね。ちょっと怖いんだなってちょっと思いましたけどね。これ、なんか何でも結構古い写真らしくて、2012年にピョンヤンにあるルンナ人民遊園地ってとこあるらしいんですよね。ここを奥さんを連れて初めて視察した時の写真らしいんですけどね。ルンナ人民遊園地。うん。橋本ルーンナ橋本ルーンナ。 思ったた今日も一日もおお疲れ様でししよよいよお過ごしくださいいや昨日のう余んちゃんがあの自身のツイッターで「オミソンのツイッターフォローしてあげてください」って,ってねすごい応援してくれまして本当ありがとうございましたね皆さんもよろしければフォローよろしくお願いしますでそんな中ですねなんかこうリプライがついてましてその中に何個か散見されたんですけど昔は見てたんだけどな かっこ今は見てないっていう、なんかそういうのが何個か見えて、こらーっつって。そうなの。ちょっと変わっちゃったからですかね。まあ確かに僕1年前は、まあたいこういうルックスしてたんですよ。お前歴史改ざんの改変率えぐいなお前。某国かお前はってことなんですけどね。まあこうだったんで。まあこれがこうなんで、まあ見なくなる気持ちはわからんでもないって話なんですけど。でもちょっと面影はあるよ。ほら。 はい、手が北側まあこれがこうですけどだいたい人間って年取るとこうなりますからまだ手だけは残ってるから手だけは月に代わってお仕置きよってこと大阪女学院高等学校卒業のお嬢様です。 リィープにつかやもアブガディルゥ」「妻の手料理食べたいな」「明日も晴れるかな